パグ,ルはパグとビーグルを掛け合わせた交雑種の犬である。複数の愛玩用の純血犬種を掛け合わせた、いわゆるデザイナードッグの一種である。キャラクターの似た姿の異なる犬を組み合わせ、より愛嬌のある愛玩犬を目指して作出された。作出後数年は人気があったが、作出の意味がなく、組み合わせが悪いことから、デザイナードッグを批判する団体や愛護団体などから、 作質の禁止を訴えられている。実際に、パグは、遺伝的にかかりやすい病気が多く、中には、後輩が重ねられた系統のものでさえ、パグとビーグルの悪い特性を合わせ持ち、悪い影響を与えているという点も発見されている、ためである。その問題点の一つは、心臓病にかかりやすく、悪化しやすいことである。 心臓疾患はビーグルが大きな因子を持っているが、それに加えて、同種の食に対する異常な執着心も受け継いでおり、かつパグの太りやすい性質を受け継いでいるため症状の重篤化につながっていると指摘されている。なお、食欲が強く太りやすいという点は、脊髄の疾患や内分泌系疾患を悪化させる要因にもなっていると指摘する専門家もいる。 これを受けて近年、パグルを健康的に改良するため、スムースコートのジャック・ラッセル・テリアの地が導入された。筋肉質で活発、運動好きな性質を取り入れることで肥満などの問題点の改善を図っている。ジャック・ラッセルの地は導入されたばかりで、まだ犬種の再固定には至っていない。この第3の犬種の導入は、専門家や愛好家の間で様々な賛否両論を呼んだ。 犬種を健全なものに近づけるためには、やむを得ない措置だとして容認するという肯定意見や、パグルという犬種名は合わなくなってしまい、元々のそれとは違うものになってしまい良くないとする否定意見。単に、愛願用の交雑種という肩書きを排除したいだけの後輩であるとする批判などが起こっている。現在も賛否両論の犬種であり、ブリードは活発には行われていない。 基本的にアメリカ合衆国での未飼育される犬である。各国のケネルクラブには交雑種とみなされ認定されていないが、アメリカの交雑犬を登録する団体であるアメリカン系ナインハイブリッドクラブには掛け合わせの1例として登録されている。大まかな用紙はビーグルとパグの中間で若干ジャックラッセル味があるかないかといったところである。ビーグル味が若干強い。 マズルは通常短めで時々潰れているものもいる。顔にはパグのようにシワがある。引き締まった体を持つがパグのように胴は太めである。耳は垂れ耳、尾は垂れをあるいは巻きを。コートは硬めのスムースコートで毛色はホーンやイエロー、ブラック、トライカラー、ハウンドカラーなど。胸などには白いパッチが入ることもあり、通常マズルと 耳は必ず黒いブラックマスクというマーキングが入る。小型犬サイズで性格は愛想が良く食いしん坊で活発、やや頑固である。しつけの飲み込みと状況判断力は他犬種の平均と比べを取るが家族以外の人や動物に対しても有効的である。運動量は普通でかかりやすい病気は先に述べた心臓病、内分泌系疾患のほか、皮膚炎。 アレルギー、緑内障、口外裂、転換、微眼などがある。太りやすい体質は全回まで至っていないため、肥満には注意が必要である。なお、ビーグルとジャック・ラッセルは、吠え声が大きいことで知られているが、パグルは、パグの血によりあまり吠え声が大きくなく、響かないようになっている。ただし、個体によってはいびきをかく者がいるのでこれも注意が必要である。 ありがとうございます。